本日のウイスキーは、若鶴酒造の10年明セブンでございます。スペックは、ブレンデッドウイスキー、製造者、若鶴酒造、株、原材料、モルト、グレイン、アルコール度数、46%、内容量、700ml、購入価格、3580円、税抜き、ノンチルフィルタード、ノンカラード、サブローマル蒸留所の7年以上のモルトウイスキーをキーモルトとしてスコッチの原酒をブレンドしているようです。色はレモン色なのですが、ごくわずかに赤みを感じます。香りは、アルコール感は弱く、赤リンゴの感じとスモーキーなピート香が感じられるが、強くはないです。口当たりのアルコール感は弱く、赤リンゴ、バニラ、スポンジケーキを感じる。後半は、焚き火のようなピート香が広がる。ちょっと加水してみます。わずかに、スモーキー感が増したような気がします。今度は、ロックでいただきます。樽感が少し強くなりましたが、味わいはあまり変わらないです。次に、トワイスアップでいただきます。加水耐性はあまり強くないので、ちょい加水ぐらいがいいかも。味わいは、スモーキーでケーキ感もあり、まあまあ自分好みなので、5点。プレミア度は、終売品なので入手が困難ですが、販売していた時も山屋しかなかったので、3点。コストパフォーマンスは、4000円なら納得です、5点。満足度は、味わいはまあまあ好きですが、加水耐性が強くないので、4点。アルコール感は弱いので、ストレートが自分好みですが、ちょい加水も飲みやすくていい感じです。プレ価格で購入するほどではありませんし、後継のノアールが出ていますので、そちらを購入するのが良さそうです。